ジク、シャーリーを眠らせてやろう。シャーリーはまだ死んでない。分かってると思うけど、現実を受け入れるしかない。シャーリーはもう。結論を出すのはまだ早い、フランツ。この少女は新たな命を賜る。へえ、この子は何になるんだい？クローン？ロボット？それとも君みたいな存在かな？生命の形式にとらわれるなんて浅はかだ。時間が来た。行こう。ジーク、何を選ぶべきかよく考えるんだ。俺はこの子を家に連れて帰る。